こういうの、なんていうか知ってますか？節約術。万引きですよ。何なんですか、あなた。ちょっといい感じの生活の知恵みたいな言い方して。そうですよね。万引きは泥棒の始まりです。もう始まってんの。言っときますけどね、万引きはね、立派な犯罪なんですよ。そんな、私立派だなんて思ってません。立ててねえよ。怒ってんだよ私は。お願いします、このことは主人には言わないでください。そういうわけにはいきませんよ。ご主人には電話してあなたを迎えに来てもらわないといけないんですからね。いや、そこをなんとかお願いします。主人は今寝たきりなんです。え、夜勤明けでさっき寝たばっかりなんです。だったらすぐ起こせ。